俺はこの変わりゆく街が嫌いだ。渚、やっぱりここにいた。なんかよ。なんかじゃない、貸したノート返してよ。悪い。もうこっちは宿題できなくて困ってんだから。今度おごるから。絶対だよ。わかったわかった。はじめってよくここ来るけど何かあるの？渚には関係ないだろ。ないけどさ。ここ街が一望できていいとこだよね。あ、今度あそこ病院ができるんだって？そうみたいだな。あれ、事前、なんだっけ、事前復興まちづくり。そう、それ。災害に備えて町を作り変えるなんていい試みだよね。どこがだよ。え、なんか言った？何も。用が済んだら早く帰れよ。生意気。幼馴染み特権ではじめママに言いつけてやる。やめろって。おい、嘘、地震？収まったみたい。大きかったけど、母さんたち大丈夫かな？スマホ繋がらない、どうしよう。慌てるな、落ち着け。あれ、見て。渚が指さす方を見ると海から壁が迫っていた。それは見たこともないほど恐ろしい津波だった。私たちの町が飲み込まれる。俺はこの町が嫌いだった。だからといって亡くなってしまえばいいと思ったことは一度もなかった。だが津波は俺が生まれ育った町を海へと持ち去ってしまった。はじめ、ご飯食べないの？パンは、もう飽きた。渚はよく元気でいられるな。お互い家族は無事だったんだから、マシな方だよ。もっと辛い人がいるんだから、せめて私たちだけでも。そうだな。悪い。どこ行くの？じいちゃんの形見を探しに。もう避難所に来て半月経つし、余震も落ち着いてきたから。家を見に行くってこと？うん。建物は潰れちゃったけど、瓦礫に埋もれてるかもしれない。私も手伝う。危ないからいいって。はじめ一人の方がよっぽど危ないと思うけど。はあ？じゃあついてくれば。ひどいな。ここも倒壊してる。渚、足元気をつけろよ。うん。どうした？え、何が？さっきから元気ないみたいだけど、やっぱ自分の家が潰れたのを見てショックだったんじゃ。大丈夫だよ。復興で元に戻るから。そうだな。もし復興したとしても、俺の知ってる町ではなくなる。ならせめて、じいちゃんとの思い出の品だけでも。形見って、はじめのおじいちゃんがお酒飲むとき、いつも使ってた酒器でしょ？ああ。俺が成人したら、それで一緒に飲もうって。口癖みたいに言ってた。すっごく楽しみにしてたよね。
もう一緒には飲めないけど、じいちゃんからもらった時大事にするって約束したんだ。絶対見つけなきゃね。ああ、それから探し続けてるが、成果はなく苛立っていた。くそ、もうかなり家から離れちゃったね。早く見つけないと、瓦礫と一緒に廃棄されたら。もしかして。なんだよ。今まで海にさらわれたと思ってたけど、津波が来た時に押し流されたとしたら。まさか海と反対方向にあるかも。行ってみよう。こんなとこまで津波が来たんだ。10メートルもあったからな。暗くなる前に探そう。うん。どこも瓦礫の山だね。じいちゃんが生きてたら泣いて悲しむだろうな。よく一緒に来てたもんね。この公園の松の木は一緒に育ってきた分身だってよく言ってた。分身？きっと残ってないだろう。もしかしてあの一本松？え？嘘！信じられない！津波が来たのに残ってるなんて！奇跡だ！震災前と変わらない姿で力強く立っている松の木を見て驚くと同時に、じいちゃんが言ってた落葉せず年中葉がある常磐木である松の木って本当に強いんだなと思った。あれ？ねえねえ、はじめ！どうした？これ。ん？なぎさ、この瓦礫どかすの手伝ってくれ。わかった。この箱。おじいちゃんの形見なの？そう、だと思う。うそ、やったー！根っこに引っかかって流されずに済んだんだね。木箱は壊れてない。中身は？どうかな。ああ、割れてる。これだけ流されたら仕方ないか。あ、そうだ、諦めるのはまだ早いよ。え？カラス G って人に直してもらおう。カラス G？ 誰？この前ネットが繋がった時に SNS で見たの。避難所で割れた陶器を直してる人がいるって。それがカラス G？ うん、もしかしたら始めのも直してくれるかも。その人はどこの避難所にいる？あー、ここからそんなに遠くないと思う。今から行ってみる？あ、案内してくれ。早速カラス G がいるという避難所へ向かうと、たくさんの割れた陶器やそのかけらに囲まれて作業する老人がいた。すみません、あなたがカラス G ですか？わしはカラスだじゃが。あ、すみません。直した陶器ならそこに並んでおる。自分のがあったら持っていけばいい。こんなにたくさん。全部持ち主不明ですか？瓦礫の中から見つけてきたものだからの。修復された陶器には金色の線が走っていた。元はひび割れた跡だろうけど、稲妻のようで趣があった。これらは金継ぎで直したもんじゃ。金継ぎ？漆で破片をくっつけ金粉で装飾する方法じゃよ。へえ、すごい。ねね、見てこれ。どれどれ。作業の邪魔だ。用がないなら帰った帰った。お願いが。カラス田さんに直してほしいものがあるんです。それを早く言わんか。どれじゃ。これです。ほう、
大谷焼きのとっくりとおちょこ2個の3点セットか。なかなかいい品じゃ。じいちゃんの形見なんです。形見ということはこの震災でか？いえ、5年前に。じいちゃんはこれで俺と酒を飲むのを楽しみに大事にしてたんです。やっと見つけたのに割れちゃってて。あの瓦礫の中を探したのか。宝物なので。そうか、ならお前さんが直すんじゃな。え？道具は貸してやる。その方がじっちゃんも喜ぶじゃろう。でも俺にできるかな。できるできないじゃない、やるんじゃ。宝物なんじゃろ。わかりました。その空いたところでやれ。くっつけるのはこの接着剤を使うとええ。漆じゃないんですか？本来はそうじゃが、かぶれたり乾かす必要があって大変じゃからの。今回やるのは簡易的な金継ぎじゃ。なるほど。ごめん、用事あるから先帰るね。わかった。案内してくれてありがとう。素直な始め、気持ち悪い。なんだと？頑張ってね。おう。俺が欠片をくっつけている間に、烏田さんによって修復された陶器たちは持ち主の元へ戻っていった。ああ、リカのオルゴールだ。この大皿、お母さん、あったよ。うまく修復されてる。ありがとうございます。大事にすんじゃぞ。これ亡くなった夫と二人で選んだ目音じゃわ。津波で流され、もう戻ってこないと諦めていました。何かお礼をしないと。いやいや、困った時はお互い様じゃよ。だけど、わしも昔死んだばあさんが大事にしてた湯飲みを割っての途方に暮れたことがあってな。あらまあ。そん時に金継ぎのことを知ってやるようになったんじゃよ。そうでしたか。本当にありがとうございます。お役に立てて何より。あの人の思い出だけでも戻ってきてよかった。では烏田さんって昔から金継ぎをやってるんですね。盗み聞きか。聞こえたんですよ。どれくらいやってるんですか？かれこれ15年以上前になるかの。ただの趣味じゃよ。じゃあ瓦礫から陶器を持ってきて直すのも趣味？それもあるが、これはわしなりの復興なんじゃよ。どういうことです？陶器には持ち主の大切な思いがこもっておる。直すことでそこに宿った人の思いをよみがえらせ、元気づけることがわしにできる復興支援なんじゃよ。わしら被災者はいろんな人に助けられておる。お前たちにもできることがあるはずじゃ。俺たちにもできること。さて、そろそろくっつけ終わったかな。あ、はい。ん？男の縁がまだ欠けておるぞ。これは前からで。別の欠片で代用するか。この中から欠片を選ぶがいい。できません。なぜじゃ。思い出のおちょこと違うものになるくらいならこのままでいい。
どういうことじゃ。俺は大好きなものが変わってしまうのが昔から耐えられないんです。だから欠けたままでいいと。このおちょこの崖には思い出が。俺が小さい頃に落としてできたもので、じいちゃんにすっごく叱られ、大泣きして。それがいい思い出じゃと？じいちゃんが亡くなる前に教えてくれたんです。俺に怪我がないか心配で強く叱ってしまったこと。この欠けてる部分は初めとの思い出だって言ってくれて。気持ちはわかるが、しかしこのままじゃ使えんじゃろう。でも他の器のかけらを使ってまで直したくないです。じっちゃんとこのおちょこで飲むんじゃなかったのか。それは辛いじゃろうが、人はいつか死ぬ。いい加減前を向い。分かってる分かってるけど。なんじゃ、言ってみろ。じいちゃんは共働きの両親に代わって育ててくれた。その思い出が詰まったこのとっくりやおちょこまで嫌いになりたくない。嫌いに？この町がそうだったから。どういうことじゃ。数年前まではどこを歩いてもじいちゃんとの思い出がよみがえる大好きな町だったのに、事前復興町づくりとかで変化していくこの土地が嫌いになってしまった。坊主。自分でもどうしようもなく辛くて。安心せえ、お前は町を嫌いになったわけじゃない。え？思い出の町が変わっていくのが寂しかったんじゃよ。寂しい。大切だからこそ切なく感じるんじゃ。大切だからこそ、そうかもしれない。でも今さら気づいてももう遅い。だって震災で全部なくなってしまったから、もう元通りには。本当にそうじゃろうか。どういうことですか。わしはここで生まれて60年以上住んでおるが、昔と比べ町も随分変わってしまった。だが変わらないものもある。何ですか。思い出や歴史じゃ。わしが通ってた小学校はなくなってしまったが、旧友たちと思い出を語り合うことはできる。心に残っておるからじゃよ。心に。そう。じゃあ歴史は？毎年やってる夏祭りじゃ。あれはわしが子供の頃からあった伝統行事での。そんな前から。多少変化はあるが、町の伝統を残したいという住民の思いが現代に紡いできた歴史なんじゃよ。思い出や歴史をつないでいこうとする人々がいる限り、町は死にやせん。変化しながら生き続けるんじゃ。カラスダさん。見た目が少し変わったぐらいで、じっちゃんの形見ではないと。本当に言えるのか。それは。そうじゃないから直しに来たんじゃろ。その通りです。なら
早く直してやれ。俺はたくさんの陶器のかけらや数多くの思い出の中から一つ選んだ。この松模様にします。じいちゃん、公園の松の木が好きだったから。あの一本松か。知ってるんですか？当たり前じゃよ。子供の頃からよく待ち合わせ場所にしてたわ。急に笑ってどうしたんですか？ばあさんに会ったのもあの松の下じゃった。俺とじいちゃんもあそこが散歩コースで松の下でよく話してました。そうか。あの松を見るとばあさんの笑顔を思い出す。よく残ってくれたものよ。そうですね。しかもその松がじいちゃんとの思い出を守ってくれた。そうじゃな。烏田さんが欠けた部分に合うように削ってくれたおかげで、パズルのピースがはまるように松模様のかけらはきれいにくっついた。ありがとうございます。礼を言うにはまだ早い。仕上げに取り掛かるぞ。はい。烏田さんに教わりながら、はみ出した接着剤を削り、漆を上から塗って継ぎ目をコーティング。仕上げに金粉をつければできた。大谷焼特有の金属のような光沢で銀色に見える器に金色の線が入り、おちょこの松模様は一種のアクセントになっていた。初めてにしては上出来じゃ。松模様もよく馴染んでおる。ここにじいちゃんがいるみたいだ。きっと見守ってくれてるじゃろう。最初金色の継ぎ目を見たとき、稲妻みたいだと思ったんです。稲妻か。でもこうして見るとかけらを縫い合わせる糸にも見えますね。金継ぎは金繕いとも言うから、あながち間違いじゃないかもしれん。ならこの金の糸が俺たちの思い出を紡いでくれたんですね。そうじゃな。直したものを次世代につなぐことで思いも受け継いでいくことができる。じゃあ烏田さんも金継ぎを通してみんなの思いをつないでるんですね。わしはこれぐらいしかできんからの。十分すごいです。褒めても何にも出んぞ。実は俺引っ越すことになったんです。避難するのか。家も壊れてしまったので、もし帰ってきた時に町の姿が変わっていても思い出は変わりませんよね。ああ、そのおちょこの松模様みたいに復興で新しくなる場所もあるじゃろうが、変わらないものもあるはずじゃ。大切なことに気づかせてくれてありがとうございました。泣くなよ、渚。二度と会えないわけじゃないんだから。だって、いい加減泣きやめって。目腫れるぞ。ごめん。新しいとこでも元気でね。おう、渚もな。坊主。烏田さん、どうしたんですか？割れた陶器を回収してきた帰りじゃ。今日出発か？はい。
おチョコの件ではお世話になりました。じっちゃんの形見大事にするんじゃぞ。大切にします。あ、そうだ。なんじゃ突然大声出して。俺もカラスダさん見習って自分なりの復興支援を始めてみたんです。ほう、どんなこと？渚と二人でこの SNS を。 SNS？ その名も復興情報発信局。この町がどう復興してるのか、町を離れていった人たちに知ってもらおうと思って。それ以外で町の魅力も発信していく予定です。あー、よくわからんがいい試みじゃな。ちなみにアカウントの画像はこれです。あの一本松か。これしかないと思って。俺は引っ越すから撮影はほぼ渚任せですが。その代わり、はじめは写真や映像の編集担当なんです。頑張るんじゃぞ。はい、今度カラスダさんの金継ぎも紹介させてください。おお、わしなんぞでよければ。やった。これで金継ぎみたいに誰かを元気づけられたらいいなって。きっとうまくいくじゃろう。引っ越し先でも達者でな。ありがとうございます。カラスダさん。なんじゃ。二十歳になったらじいちゃんの墓の前でお酒を飲もうと思うんです。形見のおちょこでか。もちろん。その後一緒に飲んでください。お前が立派な大人になっとったらな。頑張ります。だからそれまで元気でいてくださいね。楽しみにしとるぞ。そういや、名前聞いてなかったな。はじめ、新見はじめです。はじめ、この町が好きか？はい。姿は変わってもたくさんの思い出があるこの町が大好きです。